2022年9月26日、佐藤秀一ライブです。まあ、お彼岸もね、明けましたけれども、明日ね、いよいよあの男の国葬とやらがね、行われると、強行されるという状況に、ね、なっています。まあ、今からでもね、最後の最後までね、国葬に反対するということでね、うん、まあ、せめてね、自民党層とかね、内閣層にね、急遽看板を掛け替えるぐらいまではね、追い込みたいところですけどもね。まあ、本当ね、法的な問題についてはね、弁護士の皆さん方もね、言っていらっしゃる通りですよね。もう全く、そもそもがね、法的な根拠はね、ないというか、そういうものですよね。うん、それに加えても、もう旧統一教会だけは本当投稿してしまうね、この国葬ですよね。旧統一教会のね、やっぱり本当せこいところ、えぐいところ、やっぱり正体を隠して引っ張り込むってところですよ。それね、創価学会とかね、うん。あるいはね、立正厚生会なりね、うん。あるいはね、幸福の科学さんなりね、うん。まあ、よく広島でもね、街頭演説しておられますけど、県政会さん、うん、はい、いろいろありますけどもね、正体を隠してませんよね。まあ、正々堂々ね、布教されてますけどもね。旧統一教会だけ、本当は正体を隠してね、引っ張り込む。でね、金を巻き上げるってね。まあ、他の宗教と本当に違うね、このセコさ。ね、最高裁でもね、もう本当ね、これは、こういうやり方は違法であるという判断がもう確定をしてるわけですよ。こういうのね、安倍暗殺事件までね、マスコミもほとんど報道してこなかった。ここは問題ですよ。まあ、こういうふうにね、そういう、ね、旧統一教会のね、広告塔ね、なってきた。そしてね、票の差配もね、安倍さんがやってきた。もうこういう実態も明らかになった。ね、そんな人を国葬にしてみなさい、民裁。ね、またね、旧統一教会をね、利するだけですよ。でもね、せっかくね、政府もね、被害者救済に乗り出してるのにね、何をやってるかわかりませんよね。今ね、また、今週いっぱいね、また政府の合同電話相談やってますね。0120-090-590。0120-090-590。ね、9時半から17時まで。ぜひね、本当統一教会でね、困ってる方がいらっしゃったらね、ぜひね、ご相談ね、していただければな、というふうに、ね、思いますけれどもね。まあ、それはそれでいいんだけれども、ね、国葬という形でまたね、旧統一教会のね、持ち上げるようなこと、結果としてなったらね、何やってるかわかりませんよ。ね、そしてね、安倍晋三さん、もう何度も言うけどね、河合事件だよね、非常に迷惑を広島県民が被ってますよね。それから2度のね、大水害でのね、ほんと切裂なね、危機管理、2014年のね、広島土砂災害、西日本大水害2018、両方もほんとね、稚拙な危機管理でね、ほんとね、広島県民ね、迷惑を被ってます。まあ、こんな男のね、国葬にね、こんなことを、ね、国葬として持ち上げるっていうこと、そしてね、広島県知事はまたね、これに参加する、まあ、市長も参加するらしいね、本当、屈辱でしかないですよね。まあ、本当ね、トルドーもね、ハリケーン被害対応で出席中してことで、もう G7 の首脳も全員不参加、ね、いわゆる弔問外交の論理も破綻すると。まあ、そもそもね、人の死をね、利用するのは安倍さんに対して失礼ですよ。もうね、まあ、そもそも弔問外交つったってね、ちゃんと突っ込んだことをね、じゃあ話し合えるかって言ったら話し合えないと思いますよ。それからね、ほんとね、まあ、そういうことですね。まあ、最後の最後までね、国葬には反対をしていくと、いうこととね、まあ、知事はね、台風被害対応とね、まあ、議会対応をね、最優先でね、国葬参加はね、中止していただきたいということをね、まあ、湯崎さんに対してね、元部下としてね、申し上げまして、本日はね、また、現場の方に仕事に出てまいります。でね、またね、最後にね、またくどいようですけどもね、まあ、今後の予定、まあ、以下の通りです。そしてですね、寒波、よろしくね、願い申し上げます。本当ね、佐藤秀一講演会の方でもね、
ぜひご参加いただければと思います。本当、遠方の方でもね、入会していただいている方いらっしゃいますんでね、ご遠慮なく。会費はね、特に定めていませんけどもね、労働力を提供してくださる方は労働力で。お金をね、提供してくださる方はお金。あるいはね、政策を一緒に、ね、研究してくださる方とかね、お知り合いをね、紹介してくださる方はその方向で。もちろん複数段階でです。ご自身に合った形でね、私にね、ご助力いただければね、幸いです。本当にね、ぜひね、ご一緒にね、できればな、というのをね、お願い申し上げます。まずね、知事に対してね、ガツンと、申すとともにね、何があってもね、心配するな。そう言える広島をね、一緒にね、作るためにね、ご一緒にやっていきましょう。それでは皆さん、本日のね、朝の時間帯、ご視聴誠にありがとうございました。それではね、行ってまいります。失礼いたします。